ペリックスコンピューター有限会社は、ドイツデュッセルドルフに拠点を置く、コンピュータ周辺機器メーカー。ファブレス企業。ペリックスは、同社の商標登録ブランド。株式会社ペリックスジャパンは、同社の日本法人。キーボードやマウスなど、コンピューター入力機器をメインに販売しており、世界で初めて交換用トラックボールの販売を開始し、同分野で大きなマーケットシェアを誇る。 名前のペリは周辺機器、ペリフェラルを XX は最先端のテクノロジーを意味しており一般ユーザー向け製品のみでなく企業向けおよびプロフェッショナルユーザー向けの製品も販売しているヨーロッパ圏を中心として北米や日本シンガポールで販売している業務用の販売も行っており BMW、HP、シーメンスなどの企業に オフィス用キーボードなどを下ろしている。エルゴノミクスキーボードのシリーズペリボード -512 やペリボード -612 など人間工学に例づいたデザインの製品をメインに販売している。USB の次世代規格であるタイプ C 接続のデバイスを多く販売しているほか PS にコネクタのキーボードなどニッチな商品も販売している。マウスを 垂直型のエルゴノミクスや PS に接続のマウスなど販売している。ペリボード -106M ペリボード -522 は大きなドラッグボールを内蔵したキーボードでクリーンルームなどでグローブをつけた状態でも使用できるように設計されている。癖のない標準タイプのキーボードのペリボード -106 はホワイト、ブラックを販売していたが近年ベージュも販売を開始した。 英語配列のキーボードを多く販売している。パーミスマイナス -520 などのトラックボールを販売しているほか、パーミマイナス -513 など垂直型のエルゴノミクスマウスを主力製品としている。パーミのマイスはマウスの複数形でペリマイスと読む。現在はラインナップが少ないが以前はゲーミング用デバイスも多数販売していた。ありがとうございます。